はいお疲れ様ですまあ隠居ねなかなかいいキーワードかなと思って流行らせると思ったんですけどもまあ流行んないですよね。でそもそもその隠居っていうのは江戸時代に当たり前のように社会にあった概念でだいたい当時35とか遅くとも40ぐらいで自分の商売をね次の代にまあお渡しして隠居してたわけですよ。じゃあ陰居っっっててて毎日何やってるかっていうと 経験のの、まあ、発信と人脈のお、まあ、遺憾ですよね。で具体的にどういうことかっていうと居してると基本的には決まっった仕事ってないんですよいつも屋敷の中にいて朝起きて昼ちょっと出かけて何事もなく夜過ごすみたいな感じでねで遊びほうげてるってわけじゃないんですけども自分が譲り渡した商売の,、まあ、あの番頭さんとかがね困った時とかに。 あの「ご隠居こういう時はどうすればいいんですか?」って言ったら「それはなわしの経験ではこういうふうにして、えー、クリアしていくんだ」っていうふうに教えてあげるとかねそれからなんか揉め事が起きた時に「ご隠居向かいの,あのなんとか組っていうのと揉めちゃったんですよ」って言ったら「おおんとか組かあそこは昔からなわしも縁があっていろいろと疑惑があるんじゃよしわしらの方で話しつけとくわ」って「よっこらしょ」みたいな感じで出かけていくみたいなね。 まあそんなね、大番頭だったんじゃないかなと思うんですよ。だから隠居っていう人たちには隠居っていう仕事があってうなんかねデッチ暴行みたいなところから始めて行き着く先が隠居っていうまあ,あの老後の引退生活ですよね。で、えー、代替わりした若い者に養ってもらうっていう形だったんですけどもなんでねもう働くなって。 働かなくなった隠居を養ってくれるかっていうと、自分を育ててもらったっていう恩があることと、それから、あの、隠居っていう人にね、圧倒的な人脈と情報の価値があったからなんでしょうね。で今、隠居って何かっていうとね、何なんでしょうね。<laughs> ファイヤーっていうのも別に悪くないんですけども、ファイヤーってもうなんかあんまり、それこそ浸透してない気がします私は。実際にファイヤーしてる人っていないでしょうって感じですよね。 まあそれを言うとと隠居してる人ももいいいないと思いますけども、うん、結局サラリーマンを辞めてからの世界も結構ね、うん、お金と資産となんか稼ぎにまみれないといけない世界であってはいじゃあもう本当に毎日日曜日ですよっていう人はあんまりいなくってねただこの稼ぎの形態がいわゆる朝行って夜帰るみたいなところじゃなくなっただけでね、うん、やっぱり吉谷さんも私もそうですけども 陰気とは言いつつ当たり前に金稼いいでますよみたたなね <laughs> ただ多くの方が考えてる金の稼ぎ方とか日常の暮らしとはだいぶ違った形でねってことなんですよただそれがあの分かりやすいか分かりにくいかってところありますよね。まあ、吉田さんはコンテンテツを売ってますよっていうふうに常々言ってますしドリームアカデミーあっていう商品があったり毎月セールスしてるんで多分視聴者さんから見てこの人は何をやって生計を立ててるのかなって分かりやすいと思うんですよ。 で私の場合は逆に分かりにくいですよね。というのがもう投資の世界に入ってるんで、投資って別に顧客を必要としてないんですよ。だから、こうやって発信してる YouTube が当たろうが当たる前がぶっちゃけどっちでもいいっていうところに来てますね。ただやっぱり、たまにですけども、もしかしたらどっかでね、投資でこけて、またゼロからのスタートになることもあるかなっていうリスクジのためにこうやって細々とやってるって感じですかね。うん、まあ、だったらね、この YouTube も発信力を高めていて、 あのコンテンツ販売をガンガンやって、まあ、あの二足わらじでもいいんですけどもただ私は家庭っていうね二足目のわらじがありますんでこっちの方にエネルギーを振り向けたいなっていうところで、まあ、今はねどちらかというと夜沢つばさんに、まあ、踏襲して商売せずにあの資産をねある程度作った状態でで細々と投資でも収入をキープしてあとは自由な時間を自分の人生をね消費することに使っていきたいなというところです。 あのやっぱりお金を稼ぐとかビジネスをすることによって得るものもたくさんあると思いますけども一人暮らしならそれでもいいんですけどね私はやっぱりこう家族人生を豊かに過ごして優秀な消費者になりたいなっていう気持ちがありますんでねうんまあでもあれじゃないですかねなんかおかげさまで人脈と言っていいのかどうかわかりませんけどもある意味陰居みたいな感じで私の立場にいるから私の即家塾から ささんのとところに横滑りりせたりとかねで吉谷さんのところに「ドリームアカデミア」ってのに横滑りしたりとかその逆が起きたりとかしてだか結構隠居みたいな暮らしを送ってるような気がしますね。うんまあこれからだから細々とでも発信を続けてきたっていうところのあなんかね宝物なのかなと思います。だこれもだからね10年ぐらい前からずーっと YouTube やってるわけじゃないですかそれぞれうん。まあ涙もそうですけども。で えー、吉ンさんとこうやって毎日のようにやり取りするようになったのは、何年前 ?6、7年前のエホバの商人さんからですよね。で、それまでも関係はあったんですけども、まあ、毎日やり取りするの,の中ではなかったかなというところで、うん。なんかね、隠居同士繋がってるって感じじゃないですか <laughs>。うん。だから隠居っていうラベルを貼るのか、ファイヤーっていうラベルを貼るのか、なんかそれぞれありますけどもね。うん。でもなんかやってることは基本的に一緒ですね、これね。<laughs> 私はなんかコンテンツ販売メインよりも今一人でね稼ぐ投資メインになって本当にこういうことって可能なんだなってあの今実感するところですけどねだから金額もでかいですよやっぱりなんか結局誰かからお金を受け取ってるんでしょうけどその誰かがよく分かんないって感じですよね投資の世界に足突っ込んでお金を落としてくれた人が私のところにそれがね集まってくるみたいな感じでこのメカニズムっていうのはやっぱり ビジネスとはいということでいろいろとお話ししましたけども以上でございます、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします